はい、ラブルートゼロを続きからやっていきたいと思います。前回どんな感じだったっけ。ラビリンスへようこそ。なんかこうところどころ喋るから。なんだ、もう倒しちゃったの。そうだった、囲まれて、なんかそう声がして振り返ると、東屋の入り口にスイ君と西岡先生の二人が立ってた。二人ともゼロに襲われなかった？俺たちが来た時にはお前らが追い払った後だったよ。それならよかったです。もし襲ってきても僕がすぐにやっつけちゃうけどね。ふーん、やっつけちゃうって、あの拳銃使うってことだよね。あれを使うのってあんまり良くないんじゃないのかな。まあ、上層教育じゃ良くないわね。西岡先生、あの拳銃って使っていいものなんですか？水のあれは一応おもちゃだ。おもちゃになんてどう見えなかったけど、現にゼロは倒されていたわけだし。そうよね。おもちゃだったものをあいつがいろいろといじってあの形になったんだ。納得はできませんが、状況の理解はできました。元の世界で使う分には止めたんだが、ここでは命の危険にさらされることもあるから、身を守る術として持たせてやるのは親心だ。なるほど。俺の保身のためでもあるけどな。こんだけ人数がいるなら、またゼロが来たとしても安心だな。また襲ってくるのかな。ゼロは動いているものが大好きだからな。俺たちがうろうろしている限り襲ってくる。動いているものが大好きとか、そんな簡単なことなんだ。お前は俺が守るよ。あらあら、いつからだろう、こうちゃんに見つめられると胸が痛くな。ねえ、もうダメじゃん、もう終わりよ。ラビリンスに飛ばされていろんなことがあって、私はその痛みを少し忘れかけてたのかもしれない。それを忘れたらいけないのに。忘れていいんじゃない、別に。ゼロは増えている気がする。今たくさん人がいるのは助かるよ。そうだね、みんな一緒の方が心強い。みんなで考えれば帰る方法だって見つかるかもしれない。帰ったらいつもの生活に戻れるんだ。胸の痛みのことなんて考えない。前向きな気持ちで頑張ろう。ポップね、なんか。結構頑張ってるみたいだね。でもまだまだ、これからだよ。早く俺に会いに来てよ。せっかく生まれたんだからさ。汚れた制服を手にして広場の噴水へと向かった。あら、そろそろ。でも和也さんにお礼を言ってからにしましょう。分かった。なんで照れてるんだろうね。おはよう。で声をかけちゃいけなかったよね。二人はビクッと驚く。ごめん、今話しかけたらダメだった？そんなことねえよな、キャンディ。そうですね。この二人嘘つくの下手じゃない？キャンディ、もう具合いいの？昨日一日寝ていたら良くなりました。あなたは何をするんですか？キャンディーは私が抱えた衣類を見ながら聞いてきた。洗濯だよ。ここにいるとゼロに襲われたりして汚れることが多いよね。現実世界から飛ばされてきた服もあるから、こっちの服は今のうちに洗っちゃうの。お前なんか楽しそうだな。
ラビリンスの生活にすっかり慣れてしまったように見えますね。そんなことないよ、普通だよ。二人とも汚れ物があるなら出してね。決まった、マッカーサーと人間界では言うんでしょうね。二人とも何か言った？何でもねえよ。洗うの手伝いますよ。優しい。ありがとう、助かるよ。これで全部干せたね。今日は天気が良さそうだからきっと早く乾くよ。どこに干したんだろう。あとなんかあれよね、ちょっと部屋パートなんかほのぼのしすぎじゃない？大丈夫？俺たちの活躍があったからだぞ。そうだね、ありがとう。ショコラ、つまらないことでえばらないでください。なんだか僕が恥ずかしいです。なんだよ、本当のことだろ。洗濯物を干すためにショコラとキャンディーが精霊サイズになって手伝ってくれた。高いところまで飛んでいける二人がいるとすごく助かる。気持ちいいな。部屋ボケしすぎじゃない？ちょっと大丈夫？あれ？あそこにあるのって洗濯物が干してある木々の隙間から少しの場所に建物が見えた。プールですよ。今は誰も使ってませんけど。え？やっぱりプールなんだ。それならシャワーあるよね。そりゃプールだからシャワーくらいあるだろう。ショコラが呆れたように言う。シャワー浴びたい。え？シャワー浴びたい。っていうかでも電気とか来てんのかな。我慢してたけど本当はずっと思ってたの。ゼロとかベタベタするし、ラビリンスの中をうろうろしたから、私絶対に汗かいてるし。あなたは女の子ですから、当然そう思いますよね。ちょっと待ってください。女の子じゃなくても思いますよ。本当。シャワー浴びれないのとか無理無理。そんなもんかね。っていうことは、とりあえずあいつらと一緒に行くのか？そうだね。みんなで行こう。じゃあ上機嫌でみんなを呼んできてプールへと向かった。プールって なんでプール？うわ、がっつりプールや。え、何？今私は何のゲームやってるんだろう。ね、お待たせ。濡れた髪をそのままにするの。あ、お姉ちゃん、いい匂いするね。え、そうかな。え、シャンプーとかそういうのもあったの？大丈夫？するする、女の子らしい匂いだね。やだ、匂いの話しないでほしい。そっか、ありがとう。ほら、イライラしてる。大丈夫？イライラしてるのかな？もう照れてるのかな？ニーガニー、やらしい顔すんな。あら、してない。素直じゃありませんね。みんなでこれからのことを話していたんだよね。どこまで決まったの？今までの話から、この世界は俺たちの世界とつながってるのは確かだ。だとしたら、そのポイントと時間さえ絞れば帰れると思う。ちょっと、こうちゃん声ちっちゃい。ポイントを絞るためにも、現実世界から飛ばされてきたものを見つけることが必要ってことですよね。ラビリンスを散策するってことですね。でも下手にうろうろしていたらゼロに襲われる確率も高くなるぞ。そうだ、だからなるべく一人の行動は避ける。散策をするときには必ず誰かと一緒になるようにした。なんだよスイ。お、なんか
みんな一生懸命でおかしいなって思って。そりゃ帰るためだから一生懸命になるだろう。ま、そうだよね。あんたたちは。まあいいや。スイ、西岡先生はどうしたんだ？アズマヤの中で難しい計算をしてるよ。こんなところに来てまで計算？こんなところだから計算をしてるんでしょ？なんだかお前とまともに会話ができねえな。ほんとそれね、うん、僕のせいじゃないもん。好きじゃない。カズヤ君、これからどうしよう。とりあえず散策から始めようか。この世界に気になることはたくさんあるし。そうだね、まだ行ってない場所もあるから。お前らはどうするんだ？みんなの出演がショコラとキャンディーに集まる。二人は複雑な顔をする。カズヤ君がゼロに襲うときに二人が私とカズヤ君を引き離そうとした理由はまだ分かっていない。大体二人が味方かどうかなんて分からないんだけど。お前たちが何者か分からない以上、行動を一緒にする理由はないように思う。コウちゃん、確かにそうかもしれないけど、昨日も一昨日もショコラは私たちと一緒に戦ってくれた。寝み上がりのキャンディーの体調すごく気になる。一緒に行こうぜ。カズヤ、カズヤ主人公だよな。カズヤさん、敵とか味方とかよくわかんないけど、俺はお前らといるのが楽しい。ならいいじゃん。カズヤ君、カズヤ君の言葉は私の気持ちを代弁してくれているようで、私は胸がほっとした。そうだよ、一緒に行こう。いいよね、コウちゃん。みんなが賛成なら俺は構わない。どうしてお前らと。わかりました。キャンディー。いいじゃないですか、ショコラ。わかった、お前が言うな。決まりね、これからもよろしく。別にお前らの仲間になったわけじゃねえからな。勘違いすんなよ。うん。私が笑顔で返事をする。ショコラは顔を赤くしながら目をそらしてしまった。かわいいじゃん。誰と一緒に行こうかな。あ、自由行動。待って、はい、私ね、攻略したいキャラクターがまだ出てきてないのね。結構絶望的だよね。情報って何？どれが見たい？アクセサリーとかあるんだ。力を見よう。じゃあ力60、40。120。どうしよう。あ、悩むな。先生は連れて行こうか。そうだね、先生は連れて行こう。なんか気になるじゃん、先生と。どっちしようかな。この3人のまあどれかなんだけど、こうちゃんで行こうか。そうだね。個人的にはもう一人来る。どこへ行こうかな。キャラクターに早く会いたいんだが。それ何 RPG のような BGM になってるけど。廃墟？死んで？崩れた家？すごいいろいろあるじゃん。崩れた家行こう。何崩れた家って。うわ、ボロい。さあさあ、何か動いた気配があった。
んか面白いもんだよ。負けるわけにはいかない。はい、安心。えい好きにはさせん。先生それ何今の。俺を見くびるな。なんか独特な攻撃方法だったよね。え、こうちゃん強い。邪魔する奴は容赦しない。セロは一緒じゃ、私たちは構えを解いた。あれは何だろう。何何アイテム。何なの。アクセサリーだって。え、アクセサリーってつけた方がいいのかな。誰と一緒に行こうかな。え、なんで。あ、これ いちいち帰ってきちゃうの。え、だるいだるい。いちいち帰ってこなくていいから。どこ行く。じゃあ神殿行く。神殿なんかありそうじゃない。なんかでもこれ聞いた話だと、この移動して起きるイベントってなんかランダムって聞いたんだよね。ランダムかって感じするよね。そういう系のランダム運悪いんだよね。全然なんかイベント起きないとかありそう。疲れてないか。疲れてはないよ。ううん、私は大丈夫だよ。こうちゃんは。これぐらいどうってことないさ。でも疲れたらすぐに言うんだぞ。お前は昔からそういうのを我慢するからな。こうちゃん、夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。なんか神殿行ったのに、なんか別に神殿だから何ってわけではないわけね。何これ。あ、誰かと喋れるよと寝る。今日はお休みにしよう。ちょっとね、私の本当攻略対象まだいないんで寝るよ。からそういう系ね。分かった分かった。じゃあ今日ちょっと変えようか。こうちゃんちょっと、こうちゃんバイバイで、あえてのキャンディあえてね。で、情報で、何を書く。多分主人公につけてあげたいんじゃない。いや、強っ。力160。どうしたえ、最初の1個目で拾っていいアイテムなの。攻撃力の上げ幅やば。どこへ行こう。どこ行こうかな。どこでもいいよね。そう、気になるものが目に入った。中吉のおみくじ、それアクセサリーなの？大丈夫？誰？あ、こっから結構作業感増すな。ちょっとパッパパッパ行こう。そうね、どうしよう。なんかここ行かなきゃダメよっていう場所あんのかな。あるんだったらね、さっさとそこに行くんだけど、わかんないよね。だってそんなこと言われてないもんね。うん、ここは接続ポイントではないみたいだな。となると先生、何を調べているんですか。空気や温度の変化からこの辺り一帯に何か変化が起きてないか調べていたんだ。
へえ、そんなこともわかるんですか。すごいですね。まあこれでも一応教師だしな。それでもすごいですよ。そうか、あ、照れてる、うん、ちょっとかわいい。でもちょっとごめんなさい先生、うん、先生落とすわけにはいかないね私。ほんとごめんね。いつ来るのかしらね。ほんともう一人。今日はお休みにしよう。私の予想ではよ、これ多分日にちをどんどん過ごす。今日もいい天気だね。やっぱ日付を過ごさせればイベントが起きる系ね、うん、洗い物の洗い終わった洗濯物をしながら空を見上げた。人間って洗濯は好きなんだな。私の様子を見ていたショコラが呆れたように聞いてくる。好きっていうか習慣かな。それに綺麗にするのって楽しいよ。そうなのか。君は家事が得意だからね。声がした方を振り向くと和也くんが微笑みながら歩いてくる。微笑みながら。あ、和也くん、おはよう。おはよう。それって俺の服だよね。ありがとうね、いつも。ううん、気にしなくていいよ。私が好きでやってることだから。おしゃん、今何か。プールの方から音がしたね。なんだろう。何、プールが繋がってんじゃないの。来た、来ました。私彼を落とそうと思ってたんです。やった。なんだよここは。いい声ですね。え、人間だな。新しく飛ばされてきたのか。早川先輩、パイセンなのね。オッケー。おお、クロエか。お前は部活サボって何してるかと思えば。早川先輩、プールサイドに上がると濡れた制服を絞りながら和也くんに文句を言う。いやいや、先輩こそ何やってるんですか。ここがどこだか分かってるんですか。バーカ、そんなの分かってるに決まって。ここはどこだ。何の騒ぎだ。大輔。おお、高一、お前なんだよ。いなくなったと思ったらこんなところにいたのか。ここは繋がってるんだ。え、うん、これまたやりにくいよね。だって私は早川パイセンと付き合いたいわけよ。だけどこうちゃんとこうちゃんと仲いいのか。大輔、濡れた服のままくっつくな。久々に会った親友に冷たいな。おい、そういう問題じゃない。なんなんだこいつ。お前知り合いか。うん、こうちゃんの友達で和也くんの部活の先輩。こうちゃんと同じクラスで同じ生徒会役員、剣道部主将で和也くんと仲。あ、終わった。だって親友なんだよ、どうしよう。までちゃんと話したことはなかったけど、明るくて楽しい人だな。うん、それじゃっていう時に頼りになるんだってこうちゃんから聞いたこともあったし。つうかお前ら、こんなところで何やってるんだ。それはこっちのセリフですよ。大会前の大事な時期に遊んでる場合じゃないだろ。大輔、クロエは遊んでいたわけじゃない。詳しくは後で説明するから、まずはお前の状況から話をしてくれ。どうしてここに飛ばされちゃったんですか。もう俺にも何が何だか。部活の朝練が終わって教室に戻ろうとして気がついたら水の中に。つまりは先輩も飛ばされたってわけっすね。と
りあえず東屋に戻りましょう。このままじゃ早川先輩が風邪をひいちゃう。サンキュー、高一の彼女。うわ、高一の彼女っていう扱いなのね。あらあら。あれ違ったっけ。違うことはないんだけど、改めてそう言われるとなぜか違和感を覚えてしまう。うわ、やだやだやだ、もう気まずい。大輔、彼女にはちゃんとした名前があるの。悪い悪い、やっぱり変なやつだ。ひとまず東屋に戻ってきた私たちは早川先輩にこれまでのことを相当理説明した。で、結局はそのゼロとやらを退治すればいいのかな。なんかあれだね、立ちあんまりかっこよくないね。退治するのが目的というよりは帰るポイントを探すため、ついでに戦うってことだ。なるほどね。早川先輩の前だと紅茶の表情が柔らかくなる。あら、いい感じね。あいつすげえ調子がいいけど、能力あるのかよ。早川先輩の剣道の腕は確かだ。俺が保証する。全然強そうに見えねえぞ。おい、そこのちっちゃいやつ、何か言ったか。ちっちゃいやつってなんだ。はあ、悪い。さっきまでちっちゃいやつって意味。お前らでっかくなったりちっちゃくなったり、変なやつだな。変なのはお前も一緒だ。ショコラ、落ち着いて。そうだ、落ち着け。お前が言うな。とにかく早川先輩、ゼロには気をつけてください。分かった。まあ気をつけなくてもね、大して強くないから大丈夫よ、うん、これからよろしくお願いしますね、早川先輩。ああ、こちらこそ頼む。いい感じ。なんか想像に来てくれてよかった。もうなんか誰と一緒に行こうかな。ちょっと待ってよ。とりあえずここは早川パイセンなのよ。どうしよう、なんかどうでもいい人、先生。先生とか言って。そうだ、なんかなんだ、なんか見るのか。さっきアイテム拾ったじゃん。これ何が書いてほしいよね。あ、 HP アップね。だいぶ HP 上がるね。どうしよっかな。どこでもいいんだろうけど、ここの BGM だけ良くない。このゲームの中で一番いい BGM だと思う、うん、どこ行こう。ここさっき行ったよね。森行けばよかった。森、ナイロンパーカー、パーカー。まあパーカーはとりあえず早川先輩にあげようか。そうだね。先輩っていうのがまたなんか、皆さんの情報を表示しますね。いい感じよね、うん、あ、もうさ HP やばくない。396、一人だけ。探索するのちょっともうちょっとテンポよくしてほしい感があるね、うん、プール、広場、噴水、森かな。
ゼロはいないみたいね。他には何もないし、次の場所行こうか。アイテムもないとか一番ダメなパターンじゃん。あ、待って、初めて夜のイベントするよ私は今回。やる、うん、合う、うん。お前たちがどこに行っていたのか気になっていたんだが、まさかこんな世界に飛ばされていたなんてな。はい、私たちの身近にこんな場所があるだなんて思ってもみませんでした。そうだな、俺も最初はすげえ驚いた。ですよね。これからどうなっちゃうんだろう。ああ、いや、すまん、そんな顔をさせるつもりはなかったんだ。いえ、私の方こそすみません。早くみんなで元の世界に戻ろうな。はい。いい、やっぱこういう明るい人って大事よね。こういう、おやすみなさい。こういうね、やっぱちょっと、まあ、みんな暗いわけじゃないけど。誰と一緒に行こうかな。どうしようかな。もう一日ぐらい回りますか。これまた10日目だもんね。どこがいいんだろう。プール行ったらプールイベント起きたりしないのかな。しないよね。なんか防御力上がりそうだな。なんかそんなばっかだね。よし。やっぱさ、早川先輩の HP 狂ってるよね。先生の HP がなんかしょぼく感じるわ、うん、なんかさ、なんて呼ぶのがいいんだろうね。先輩、先輩。別に他のメンバーも先輩だもん。負けるわけにはいかない。みんな、油断するなよ。どれぐらいさ、ちょっとユウタちゃんが強くなったか、ちょっと早いところ片付けないとは見たいよね。えい、うわ、かわされてる。そら、惜しい、一撃で落とせそうだったのに。当たって、待って、アンストした。もうこのゲームクリアでいいんじゃないのね。え、だってカンストしたよ。ダメなのかな。え、何、トレーニングウェア。あ、ちょっとあんまりかもね。何、覚えたらしいよ。夜も遅くなった。でもさ、必殺使わなくてもカンストしたからもういいんじゃない？ね。でも必殺の出番ないんだろうな。間違えて情報しちゃった。まあ、いっか。トレーニングウェア。うわ。こっちでしょ。596。主人公にこれでいいんじゃない？うん、あ、待って。皆さんの情報を表示しますね。ちょっと好感度見ようよ。
て、先生高くない？先生めっちゃ高い。え、これさ、わかった、そういうことか。連れて行くの、わざわざ3人連れていかなくていいんだ。今後はだからパイセンと2人でうろうろすればいいと思う。早川先輩、こっちの世界にはもう慣れましたか？そうだな、だんだん馴染んできた気がする。この世界は俺たちがいた世界と思ったより似ている部分が多い。驚いたことは、俺たちの元の世界にあるものがその辺に転がってることぐらいかな。確かに今ラビリンスは不安定で、私たちの世界とつながっているみたいなんですよ。となると、やっぱりこの世界の出口もどこかにあると考えるのが自然だな。お前はどう思う？必ずあると思う。はい、先輩の言う通り、どこかにあると思います。だよな。その出口さえ見つけられれば脱出することができそうなんだけどな。頑張って探しましょう、先輩。ああ、そうだな。今ので好感度は上がったのかしら。どうなんだろうね。でも大事だね、夜のイベント、こういう選択肢が出るあれがあるってことは。誰と一緒に行こうかな。とりあえず一旦今回ここで終わろうかなと思います。これ多分外せるでしょう。やっぱりこれでいい、これでいいんだね。なるほどね。ああ、二人で行けるわ。もう今後ずっと二人で行動しよう。いい、三人いらない。うん。よし。ってことで今回これで、待って。先生無理やり入ってきてる。三人絶対なんだ。死んだ。はい、ということで今回これで終わろうと思います。バイバイ。